今回は共産主義国家として他国との関係を断ち、約40年間鎖国状態が続いたヨーロッパの北朝鮮、世界で最も腐敗した国と呼ばれ、独裁者の手によって国民が餓死状態までに陥った国、アルバニアの実態を見てみました。皆さんはアルバニアって国を聞いたことありますか？アルバニアは四国の 1.5 倍の面積で、アドリア海沿岸に位置する国で、もともとイルリア人が住んでいたが、ビザンツ帝国、オスマン帝国など様々な国の支配下になり、その後民族運動が起こり、1913年念願の独立が承認され、アルバニア王国が誕生するが、第一次世界大戦が始まるとイタリアの介入が始まり、独立後すぐにイタリアに統治されることに。その後も再独立したが、第二次世界大戦に入り、イタリアやドイツに再び侵攻されるもアルバニアは抵抗し続け、その時の抵抗勢力として力をつけた共産党の指導者エンベル・ホッジャ、この人物こそがアルバニアを独裁、孤立、鎖国、世界で最も貧しい国の一つへと導くことになる。独裁者ホッジャの指導のもと、1946年にアルバニアは人民共和国、北朝鮮と同じ共産主義政権を設立するが、彼の独裁体制は悲惨だったみたいで、自ら証拠を残さないためか書物や文献は残っていないみたいで、憶測の範囲ですが、自分と異なる敵対勢力、政権を握るのに不都合な人物は逮捕し、拷問、殺害をするように命じ、次々に歴史から消していたと。まあそのようなことから、西側諸国との関係も断ち、方向性の違いから、ソ連、中国といった社会主義共産主義国家とも線を引くようになり、地球上の全ての国から遠ざかり、鎖国状態になったみたいです。完全な独裁者補助が作った世界から孤立した国家、いつ大国が襲ってくるかもしれないとのことで、政府は極端な軍事政策を取り、国民全員に武器を配給し、戦闘情勢を作り、世界でたった1カ国となってしまった本物の共産主義国家を守るため、襲ってくるはずもない大国を相手に国民全体が戦争モードに突入した。それまでのアルバニアは自給自足の社会主義体制の中、貧しいながらも経済格差のない平等で平和な生活を営んでいましたが、それが突然戦争が行われない戦争の中心地となり、国民の経済状態は悪化し、飢える人が続出し、世界で3番目に貧しい国の一つと呼ばれるまでに。何十年もの間、独裁者の手によって国民は苦しみ、孤立した国家が続くも、独裁者ホッジャが死去し、鎖国が解かれ開国した。しかし、アルバニアの暗黒の歴史はまだ終わらなかった。独裁者の死後、90年代から民主化への道を歩き始めるが、鎖国状態であったために情報が乏しく、究極の共産主義国家を目指していた国なので、経済というものを十分に理解していなかった。開国した後に市場経済が導入され、外国からの援助や投資を呼び込み始めると、投資会社という名目でネズミ講が外国からやってき、国民の3分の2とも言われる人たちがネズミ講に参加してしまった。その後、97年にネズミ講大手6社が一気に破綻すると、国民の大半が全財産を失ってしまい、暴動やデモが多発し、治安が悪化する事態になった。そんな暗黒の歴史を抱えたアルバニアの現在とは一体？はい、皆さん、ついに着きました。アルバニアの首都ティラーナでございます。いやね、暗黒の歴史を持つアルバニア、まあね、アルバニアにはですね、3000年を超える、まあ、歴史もあって、まあ、鎖国してたことからですね、文化が今でも残ってるという噂も聞くんで、現在のアルバニアはどうなのか見ていきたいなと思います。いや、アルバニアめちゃめちゃ急成長してるなっていう感じです。建物は建築ラッシュやし、若い子めちゃめちゃ多いし、みんな英語、イタリア語、アルバニア語をしゃべるし、すごい。なんで建物がですね、ものすごいカラフルなんですけど、これはですね、聞いた話によると、共産主義から資本主義に変わった時にですね、街をちょっとでも明るく見せたいという思いのもとですね、こうやってね、カラフルな建物が並んでるみたいなんですけど、で、一番アルバニア来て驚いてるのがですね、アルバニアはヨーロッパで最も貧しい国の一つとも呼ばれてるんですけど、高級車がですね、街中もめちゃめちゃ走ってるっていう感じですね。まあ、聞いた話によると、共産主義時代、車持つこと禁止されてたんで、まあ、その反動で、まあ、女性が苦しくても高級車持ちたいっていう人が多いみたいでですね、まあ、でもね、独裁者補助はですね、その車禁止されてた時代にもかかわらず、まあ、自分はですね、ベンツ乗り回してたみたいなんですけど、すごい量の高級車です。でね、アルバニアの通貨はですね、レクって言って
ってだいたい100レグ1ユーロぐらいなんですけど、物価がめちゃめちゃ安い。やっぱヨーロッパ1位2位を争う安い国と言われてるだけあって、今回のバスもですね、なんと40セントで乗れたというね。まあ、昨日ね夜中だったんで空港から市内までタクシー乗ってきたんですけど、1500レグということで15ユーロということで、まあ、タクシーもですねイエローとかグリーンのタクシーがあって、まあ、値段は様々みたいなんですけど、地元の人は曰くグリーンが一番安いということなんですけど、いやなんかね物価がめちゃめちゃやっぱヨーロッパ、フランスとかイタリアとかに比べて安いなって感じますね。はい、ここがですねブロック地区と呼ばれるところでして、まあ、現在はね若者が集い夜になるとクラブやバーで賑わうところなんですけど、共産主義時代はですねここ国民入ること禁止されてたみたいで、ここにはですね政府上層部の居住地が広がってたみたいです。まあ、その中にはですね政府の本部があって、まあ、そこから国民を監視し、まあ、国では禁止されてた海外の映画が見れたり、お酒をですねバーやクラブで飲めたり豪遊する場所がその本部の中にはあってですね、パーティーハウスとも呼ばれてたみたいです。まあ、国では禁止されてるけど、まあ、政府上層部とか独裁者は隠れてできてたっていうエリアみたいです。はい、ということで皆さん、アルバニアの料理といえば地中海料理とギリシャ料理が混ざった系らしいんですけど、もうこのねシーフードの匂いにつられてしまって、これをいただきたいなと思います。しかもですねめちゃくちゃ安い。このビールがなんと200レグで、でこのカニクリームコロッケが3つで150、このシーフードのセビッチェみたいなやつが800レグということで、いやこんだけの量ですよ。めちゃくちゃ量入って、これ800レグは結構安いんじゃないですか。さていただきたいなと思います。いやービールもですね、紅茶っていうんですかね、これはアルバニアのビールなんですけど、200レコ熱いな。はい、ということでお疲れ様です皆さん。いやー最高です。ほんでね、ちなみにこれスーパーとかで買うたら80レコらしいです。ビール安いっていうのはもう熱すぎるわ。わー、さてもう生もんはですねあんまり海外では食べないんですけど、僕が実験ダイヤとしても皆さんいただきたいなと思います。レモンとねオリーブオイルみたいなのがバッサーかかって、いやもう海鮮好きにはもう皆さんアルバニア最高ですよ。幸せやわ、もうこの値段でねシーフード食べれるっていうのが。はい、続きまして赤ワインでございます。いやなんとこの赤ワイン200レクというね。でねこの魚料理がですねとんでもなく美味しくてですね、もう野菜がですねもう魚のエキスが染み込んでてめちゃくちゃ美味しい。もう赤ワイン頼まずにおられへんみたいな、まあ、現在ねこうやってね華やかな食材がある裏腹には、共産主義時代はですね国民は餓死寸前までに追いやられたにもかかわらず、独裁者補助が亡くなる時はですね国民は悲しみ、悲惨だったと、まあ、現在の北朝鮮みたいな感じということでですね、まあ、情報が遮断、洗脳されるっていうことがですねどれほどのものなのかって考えさせられますよね。ということでチェアス。はい、皆さん見てください。このモスクか教会かわからない建物。アルバニアはですね共産主義時代独裁者補佐がソ連の独裁者スターリンを崇拝してたということで、世界で初めて国家無神論政策が行われた国ということで、国内の全ての宗教は禁止、宗教指導者は追放逮捕されたり、もうものすごい宗教弾圧が徹底してたと。まあ中国のね文化大革命とかもありますが、アルバニアほど徹底した宗教弾圧はなかったと言われるぐらいですね、まあその後共産主義が崩壊した後、まあ宗教の自由を得てですね現在大半がムスリムらしいんですけど、まあカトリックの人もいればいろんな宗教の人たちがいるみたいなんですけど、この歴史の背景が現在の建物でございます。いやほんま特殊ですよ。はい、ということで今回滞在する宿の外側はこんな感じです。外見はんですが中はどうでしょう。はい、なんとこれ丸々全部貸し切りでなんと3900円というね、外はですねんと思ったんですけど、中入ってみるとかなり綺麗なという感じで、まあアルバニアホテルとかもですね格安って聞くんで、宿もですねめっちゃ安いなっていう印象ですね。
はい、今日はですね、アルバニアの人口約330万人のうち半数以上が農村部にいらっしゃるとのことで、まあ、最近ね、ヨーロッパ最後の秘境とも呼ばれて欧米の方からすごい人気になってきてるみたいなんですけど、まあ、今からね、本来のアルバニアの姿をね、見に行きたいなと思います。 Okay, so nice to meet you, brother. Thank you so much for today. What's your name? Eddie, and name? My name? Nick, nice to meet you. So, you guys from Albania?I'm English, Nick okay. is Albanian. Oh, nice, nice. So, there are so much improvement now, construction, development,、yeah. and back 20 years, it was completely different world? Or? Yeah. Completely different world. Like, okay, even for how the world is going, the technology and everything, it's doing the best. We are improving better and better. So, 20 like, years ago, there was no tall buildings and stuff like this. No.さっき話してて聞いたんですけどね、あの5年とか10年前とかやったらもうこの辺とかもうマリオカートのレースみたいな感じらしいです。もう何も設備もされてなかった、でも道もガタガタやって、もうみんなもスピードとか関係なくもうブイブイ飛ばしてたみたいなんですけど、まあ、現在ではですね、まあ、設備されて、まあ、いろんなところにですね警察がいて、まあ、監視してるっていう感じなんで、ものすごい治安もですね見た感じいい感じです。はい、現在やってきたのがですね、首都ティラーナにも数多くあったんですけど、まあ、共産主義時代にですね他国からの侵略、あと核戦争のために作られた防空壕なんですけど、まあ、共産主義時代にはですね国家予算の約 10% を費やして作られたと言われているこの防空壕なんですけど、アルバニアにはですね約17万個のこのね防空壕があるみたいで、まあ、当時ですね増大する国防費に国民は苦しみ、狭い豚小屋みたいなところで住まされ、国民は餓死状態だったにもかかわらず、独裁者がですね他国から攻めてくるっていう恐怖心から、国民が支払った国防費で作り上げたこの防空壕たち、結局ですね一回も使うことなく、現在もですね負の遺産としてアルバニア全土に残ってるって感じみたいです。 So one of these gates it's like 3 tons. 3 tons. And wow. Now it's hard because、yeah.It's rocks, but in the time, just one soldier could move this. Wow. As you see. まあ皆さん見てもらったら分かると思うんですけど、この分厚さ見てください。まあ当時戦車やね、あと爆弾にも耐えれる強度で作られたということで、まあ現在も取り壊し不可ということで、まあいろんなところに残ってるみたいです。So how many people can be inside here? Here is like the cannon.Oh, it's like these cannons, okay?、Yeah. You put the cannons here. Here. Yeah. There are the tires of the cannon staying. Wow. And in this too、mm-hmm. is the safe, like、the, we call them the legs of、okay. the cannon. So when the cannon is shooting,、mm-hmm. it's like the amortization, the suspension. Wow. Cannon's coming back.バンカーの中はですね、思ってたより広いなっていう感じで、まあ、キャノンを置くところが設置されて、向こう側はイタリアなんですけど、そっち方面にキャノンを撃つ準備がされてたと。すごいなぁ。So, how old are you now? I am 42 years old and I am the last,、let's say, the last generation of the pioneers. So, how old were you? How old were you when your communism times? When the communismAnd I've been 11, 12 years old in the communism era. The time to produce these bunkers.、Mm-hmm. The government put on short of food、mm-hmm. all the people.、Yeah. So they, you have to use the voucher or the tickets、yeah. to buy food, and was everything limited. Okay, so it was very hard. Yeah, it was、time. A very hard time、mm-hmm. and everything was scheduled andBefore starting the lesson in the school,、yeah. 7:30 first we had the gym、yeah. and it was、even in the school we were、learning about how to use the guns, even how to use the guns, yeah, how to protect. It happened like every week、oh. or every 2 weeks. It was like a false alarm in the town just to exercise you how you have to react, because everyone have a position. So when you were 11, like, you know, you get the food from the government and the stuff like thisBut is that enough or not enough food? Not enough food、oh. for the time that it was. It was like 200 grams of coffee per month. Okay. 2 kilos of sugar per month. 5 kilos of rice or、10 boxes of pasta. 1/2 kilo of butter per week. Wow. Or 1/2 liter of milk per day.
So how do you do if you are very hungry? Nothing you can do. You have to help yourself. Wow. Everything is controlled by government. Yeah. Everything. It's hard. Very hard. I don't wish for nobody that time. So one thing I was very surprised since I come to Albania, there is zero homeless. Yeah, that's true. Yeah. So we have zero homeless here because we take care about the family. So we will never leave someone in the streets. Every time there is, how do we say in Albania, bread, salt and open heart. Even you don't know. So everyone will help everyone. That was it's very better surprised. Sharing what you're having. はい、今からなんですけど、防空壕を所有している家族をね、訪れてみたいなと思います。ハローハロー。ショータ。ショータ。ナイスユー。What is this one? This is alcohol. Yeah, this is raki called in Albania. This is grape. Yeah. But we do like from every fruit. はい、ということで 80% がイスラム教の国に来てお酒飲むと思ってなかったんですけど、お疲れさんです。くわくわなんかね、来た感じ、なんかその宗教感が全然違うんですよね。やっぱり無神国家だったからその影響なのか、そのムスリムの人もですね、ものすごいオープンっていうか、なんですかね、人によって全然違う、なんですかね、フォローの仕方みたいな、人によっては豚肉食べない人もおるし、人によっては豚肉食べる人もおるしみたいな感じで、ものすごいなんか一つにこうじゃないといけないっていう感じじゃなくて、フリーな感じでいろんな人がチョイスしてるなっていう感じですね。ありがとうございます。おもてなしのチーズが出てきました。これですね、羊と牛のミックスのチーズみたいなんですけど、独特な味ですね。今まで食べたチーズとは全く違う感じで、しょっぱいです。で、このアルコールもチーズも全部ホームメイドみたいな感じなんで、街ではですね、まあそういったものは結構薄れてきてるんですけど、まだまだ田舎にはですね、こうやってホームメイドっていうのがですね、めっちゃ残ってるみたいです。いや、いいっすね。Cool. Okay, so how old is he now? 78. So how was the back communism times? Persecution in prison. Like, you go to like he tasted everything. Okay. Prison. He went to prison too. Oh, why he went to prison? Because he didn't want to work for the government in the time. Okay. He had his own land, but the land was taken by the government. So they persecuted them in a place really hided in North Albania, and they had to work by hand the land there. For the cooperatives of the time, so he didn't accept, and him and his brother had been in prison. Wow. How long did he stay in the prison? Not that much. Okay. So maybe 5 years. Okay. If you just was thinking about that to escape Albania, like the law was 12 years prison. Just thinking.いやー、ただコーヒー飲みに行っただけやのに 2,3 時間話してたというね。でも、まあ、アルバニアの文化にですね、来客者が来たらおもてなしするっていう文化がめちゃめちゃあるみたいで、いやー、なんか何十年前まで鎖国共産主義だった国とは思えないほど人々はですね、ウェルカムな感じですよね。Okay, so nice to meet you, brother. Thank you. Nice to meet you. Is that your house, man?This is the place where I came to fish. Ah, okay. I have a fishing net there, so I came fishing here. Maybe sometimes even just for sport, just to have a trip. You are a fisherman? I'm not really official fisherman, but I like to fish. Okay. Nice, man, here. Yeah, I have like a little time, but I didn't come here. It's a little mess.いやー、アルバニアにですね、こんなに手つかずの自然が残ってると思ってもいませんでしたね。で、聞いた話によると、最近アルバニアでですね、シーフードが盛んな国ってなってますけど、そのエビとかイカが食べ始められたっていうのは、もうほんまつい最近みたいで、まあ、それまではですね、漁師さんが魚取るついでにエビ、イカが取れたとしても、もう犬の餌にしてたみたいです。もう食べれるっていうことを知らんかったみたいです。でも政府はですね、外国の情報を得てたんで、まあ、知ってたみたいで、特にルーム街をですね、アルバニアの市民にですね、漁させて、回収してフランスとかに売ってたみたいです。でも市民はですね、
これ一体何するの、こんな食べられへん、もう容器作って容器取ってどないするのみたいな感じだったらしいです。情報遮断するってすんごいことっすね。さてやってきたのは2500年前に築かれたオスマン帝国時代の建築物が残る町ベラット。まあ、今回ねアルバニアに来る前はですね、鎖国とか共産主義といった暗黒の歴史しか頭になかったんですけど、まあ、実際来てみたらね、その歴史はたかが100年で、アルバニアには3000年を超えるね素晴らしい歴史が残っている国だとつくづく思います。何かねブータンとかあとインドのですねラディックに来たようなね感覚なんですよね。何なんですかねこの感覚。What's this one here? There's a hole.So, in communism time, yep. the religion was not allowed in Albania for 50 years. Okay. And there were people coming. Okay. To pray in the church. Even this church had been a storage mm-hmm. or a warehouse yep. for the government in the time, not the real church. And the people were coming outside the church to light a candle and to pray for how the icons oh. are in the church. Okay. For how they are put it. Yeah.So even like religion was not allowed, they... It was not allowed, but everyone inside him was praying yeah, God. I see, wow, that's so interesting history. こんな感じですね、街中ではですね、みんなこうチェスしたりして、ほんま共産主義時代とは思えない感じですよね。でめちゃくちゃフレンドリーで、言うたらもうすぐ声かけてくれて、めちゃめちゃオープンですね。はい、ということでやってきたのが地元のローカルレストランでございます。 OK, so what's that food all about? So the first plate、mm-hmm. that we have as a main dish for lunch is、called a tassebab. That is、pieces of meat boiled with some vegetables. Okay. But more is the juice of the meat、okay. who is giving the taste of the plate. It's normal rice.There is yogurt from the mountains. Mm-hmm. Then we have the beans with meat. So you guys eat the soup quite common? Yeah, for us, this, like, this is a typical lunch, Albanian lunch. Okay, wow. So for us, it's like you need this so you can work now 5 hours more. Mm-hmm. So. You guys eat quite a lot of rice too. Yeah. Oh, wow. As well. As well, it's like you cannot eat the tassebab without the rice and without the yogurt.うん、ヨーグルトチーズとかですね、意外と合うというね。ヨーグルトとライスなんか合うなんて思ってなかったんですけど、なかなかスープもこうかけて一緒に食べると美味しいなって感じで、で、まあ、聞いてみたらですね、アルバニアの人たちは結構、ね、シェアして食べるパターンが多いみたいです、まあ、国によってはですね、一つのプレートで食べるところがあるんですけど、まあ、このアルバニアではもういろんなものをみんなシェアして食べるっていうのが主流らしいです。So how was the communism times? Si familia ime, gjithë familjet kanë qenë të vuajtura në kohën e komunizmit, po thoi shqyrë që erdi demokracia, thoi që ndryshuan gjërat në këtë jetë. So did he have some information outside the country during the communism times? Atere, merë e vesh vetëm që a thoshe partia se si mund të gënjente, se si mund të ekspozonte, yes. një diçka që e paqen në ato vite. Dhe pjesa më e madhe i quante të vërteta, po. Nëse ashtu ishin brymosur. If you say you're gonna get punished. Of course, not just you but even your family and generation. Right. Wow. So what he used to do during the communism? Çfarë punë ke bën në komunizëm? Kam qenë mekanik i përgjithshëm. So government decided that his job. Yes. When Hoxha dies and then where he fell it? Jo, në asë mënyrë, ndoshta të familje shtime potoj. He was happy or no? Nuk i dha një rëndësit madhe. But now it's like the communism is finished and then what he feels, he feel happy or what? Yes, a lot. A lot. So are there any good things back the communism times? Don't want to remember those times, those hard times. He doesn't want to remember. It's hard for you, you know? It's hard for him because he had kids. Mm-hmm. To rise up and it was hard for a parent.
今回ですね、社会主義時代の話をいろんな人に聞いてですね、いやもう自分の欲も持つこともできないし、その欲を他人に伝えることさえもできない。もちろん自由に使えるお金もないし、ただただ日々ね、足りない食料を得るために奴隷のように働く。その中で市民はですね、政府上層部や独裁者が豪遊、車乗り回し、お酒飲んでいい生活してるっていうのを知った中で、そういった生活をしないといけないっていうのが、それがどれほど残酷なものなのか。一部の記事ではですね、アルバニアでは鎖国時代一切情報が遮断されてたっていう話もあるんですけど、今回アルバニアの人にインタビューしてみたところ、アルバニアのイタリアの近くのね、海辺とかに行けばイタリアのテレビの情報とかが入ってきてたみたいなんで、少なくともアルバニアの人たちは海外がどうなってるのか、戦後日本がねどうなってるのかとかですね、いろんな情報を知った中で自分の国のルールにのっとって生きないといけないが、それがね、もっともっとね、残酷だなと、めちゃめちゃ感じますよね。それやったら、外国の情報一切なしで、この生活が普通って思いながら、生活した方が楽なんじゃないかなと思ってみたり、いやー、僕はその場になってないんで、どれほど残酷なものなのかっていうのはね、口では言えないんですけど、なんかアルバニアに来てから、ものすごい深くいろんなことを考えさせられますよね。アルバニアの国土の3割ほどが農業用地ってことで、小麦のほか地中海の気候を生かしたオリーブ、ブドウ、オレンジ、レモンなどの栽培が盛んな農業大国。首都ティラーナを出ると大自然が広がっております。はい、現在ね、アルバニアのとあるビレージにやってきたんですけど、アルバニアには何十年前なんこの世界みたいなね、ライフスタイルが残ってて、見てください、このビュー。ビレージのですね、ドンキもいます。めちゃくちゃフレンドリーっていうね、ドンキ、ごめんなさい、こんな感じで記念撮影もしてます。はい、ということで皆さん、今日はですね、このね、田舎のホームステイにですね、滞在させてもらうことになりました。外装も内装も全て手作りで作ったみたいで、ぬくもりあるアルバニア風の田舎ハウス、最高です。こんなね、美しい大自然があるアルバニアの裏腹にはですね、現在抱えている問題もあるみたいで、国民の 22% が貧困線以下の生活をしているということで、でね、最近まではですね、ヨーロッパ一安い国とも言われてたみたいなんですけど、現在物価もどん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 上がっていって、もうヨーロッパ一安い国とは言われないほど物価も上がってるみたいで、国民はですね、かなり厳しい生活をしているっていう話も聞きます。で、若者もですね、どん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 このアルバニアから出て行って出稼ぎするようになって、現在ね、こんな美しい自然がある田舎の町はですね、人口がどんどん減少していって死んでいってるっていう話も聞きます。 So how is the economy to live in Albanians? The economy of Albania after the going out of communism and after the transition now it's like it's getting betterOkay. It's getting better, but for the moment it's like still being in some kind of transition. At the end of transition, it's not like it's not over yet. But for the moment, it looks like it's going in the right direction. Okay, it's going okay. But what I hear is like younger generations is leaving the countries. Is that correct? It is a problem, I think, everywhere. So it's something happening everywhere.I think the society of today, it's moving, it's forcing people the way, and markets are forcing young people not to stay in villages, but to move. Yeah, that makes sense, you know, because communism time was like really close, and then people want to know It was outside, something you know? Like Korea, mm-hmm. North Korea. Yeah, it was like North Korea's before. Did you experience that? Yeah, I was 17 when the communism fell. Wow, how was that? There were difficulties, there were good things.Healthcare system was okay, education system was okay. Was okay? Yeah. Oh, so it was not the right of freedom, but there was life. And the life inside the communities were like a better one. Oh yeah? Yeah, because there was not a private property. They didn't have anything to quarrel about. That's interesting. They were not under the stress of what I'm going to do tomorrow. Mm-hmm. It didn't exist.It didn't exist. If your children had to go to university, it's okay. You didn't have to pay. They will go. If you get sick, they're not worried what I'm going to do. What's the system?
僕のね固定観念ではコミュニズムイコールネガティブな意見しかなかったんですけど、まあ、初めインタビューした人にはネガティブな意見を聞いて、その中でもポジティブを持つ人もいると。信じられますか皆さん。いやまさしくですね、この世の中には白が正しい、黒が不正解じゃないんじゃないかなみたいな、白にもいいところ悪いところもあって、黒にもいいところ悪いところがあるみたいな、なんでまさしく正解はないんじゃないかなって、なんかすごい深く考えさせられますね。So what do you recommend to see the peoples in Albania? The nature, the history, what to say? People, especially the people. We are like proud to be Albanian and we love the guests moving around here. So okay. For us, it's like part of family. Yeah. As we used to say, it's the house of an Albanian. It's open to God and to the guests every time. Okay. So bread, salt and open heart for everyone. Thank you so much. You're welcome.はい、ということで皆さん、今回はですね、50年間鎖国状態だった国アルバニアからでございます。この国に来る前にいろいろ調べてたら、アルバニアイコール何もすることない国っていう情報が多かったんですけど、僕の感想は全く逆でですね、これだけ手つかずの自然、伝統、文化、陽気で親切でオープンな人々が残る国って逆に数少ないんじゃないかな。いろんな世界ね旅してみてですね、これだけ手つかずが残る国ってなかなか見つけるの難しくないって僕個人的には感じましたね。まあそんな中、アルバニアの各地でですね、急速に観光地が進んでおります。それはアルバニアの人たちにとってものすごいことでもあり、まあ手つかずのねものがいろいろなくなっていることなんだなとも感じました。数年後アルバニアは急成長している国と予想されております。数年後同じ光景がね見られるとも思わないんですけど、 99% の日本人が来ない国ということで、皆さんにはぜひおすすめしたいです。ということで、動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、アルバニアからでございます。アディオス。今回ね、一緒に素晴らしいアルバニアを見せてくれたエドたちはですね、ツアーとかもしてるんで、ぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてください。